はい、ボス RC2 ループステーション、サウンドをお届けいたしました。はい、RC20XL といったですね、少し大型のペダルでのループステーションというのはこの前にリリースされていたんですが、まあ、満を持して、非常にコンパクト化されてですね、いわゆるボスのコンパクトエフェクターのフォーマットの中に収めた、最初の機種になります。これまで、ループプレイ、今ループプレイと言われているものと同じようなことをですね、やるために今それまでは、ディレイのホールド機能を使ったりとかで皆さん結構苦労しながらやっていたんですが、ペダル型のもうサンプラーとして使える、専用機が出たということで、非常に飛躍的にそのループプレイの幅を広げることのできた、まあ、記念的な、意義のある機種でもあります。はい、インプレッションはどうでしょうか。はい、ループステーション、海外の方では、はい、ループパフォーマーっていう方が見えて、はい、もうそういうジャンルが確立されているものなんですけど、はい、日本はまだまだそういうのはないんですが、練習のお供にはすごくいいんじゃないかな。はい、コード、進行を入れて、はい、でソロ練習するとか、はい、そういう練習で使う人もたくさん見えるようなの で、 そうです、ね、全然一個に一台あっても、はい、全然いいなと思います。はいはい、基本的な、この後 RC3 とかにつながっていく中で機能的なところは大きな違いというのは、まあ、ないんです。まあ、基本的にループのマシンであるんですが、まあ、この時点で RC2 の時点でですね、16分のレコーディングが可能な機種ということになっております。はい、では、先ほどの続きのような感じで少し弾いていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと違うフレーズをちょっと弾いてみますね。はい、